ストラスブール天文台シンバッドは太陽系外の天体の目録。フランスのストラスブール天文データセンターによって維持管理されている。シンバッドは1979年まで存在したムードンのコンピューターセンターで制作されたカタログオブステラーアイデンティフィケーションズとビブリオグラフィックスターインデックスを合わせ他の製表や論文。 追加の情報を取り入れることで制作された。最初にオンライン上で閲覧可能になったのはバージョン2であり1981年に制作された。バージョン3はストラスブール天文台でユニックスベースのシステムで C 言語を用いて開発され1990年に閲覧可能になった。2006年現在はバージョン4でありデータは データベースのポストグレースクールに保存され、Java で記述されたサポートソフトウェアがあり、閲覧可能である。2019年12月17日の時点で365,434個の目録を参照、20512,949個の目録を引用し、 35579,550種の名前で1,0899,629の天体情報を含んでいる。小惑星シンバットはこの目録の名誉を称えて名付けられた。シンバットで天体の情報を調べる際はベーシックサーチの多多くの機能が使用可能であるがここではベーシックサーチでの使用方法のみを解説する。ベーシックサーチでは 英語でその天体の名称を入力することで検索できる。そのため日本語で調べても検索できない。検索して、それに一致する天体がある場合は、上の方に名称が掲載される。また、固有名だけでなく、バイエル名やカタログでの番号でも検索可能である。ベガの場合。 ことファ星を英語で、アルフアリラと検索しても、HD172167 と検索しても、同一のデータが得られる。データのほとんどが英語で書かれているので、日本語で説明する。まず一番上には、コードとあり、イコアーズとは、国際天文基準座標系、ギャルコードとは、銀河座標を表す。次にプロパーモーションとあるがこれは固有運動のことで、ある。 単に、マス、イヤーはミリ秒毎年。その下が、ラジアルベロシティとレッドシフトであり、それぞれ視線速度と赤型変異を表す。視線速度の単位は、キロメートル毎秒、赤型変異は、単位なし。パララックスは、年収視差で、単位は、ミリ秒。スペクトラルタイプは、スペクトル分類のことで、A レーバーなら、A 型主系列性を指す。 一番下にある U, B, V, R, I, J, H, K は等級を表しているがこれは観測する波長による等級の違いを表している。詳細は等級 Uweb システムを参照。さらに詳細なデータが欲しい場合は Collections of Measurements で直径や表面温度などを調べることができる。ありがとうございます。